こんばんは、おもちゃです。デトロイトビカムヒューマン続きをやっていきたいと思います。ここはアマンダがいつもいる場所だね。この辺です。おそらく報告をしに来たんでしょうな。アマンダに会いに来るっていうのはどうだったって聞かれるとこだもんね。あ、いた。左手の方にいたな。船に乗ってる。上司みたいな立ち位置なのかな。いらっしゃい、コーナー。どうも。たまにはボートの旅なんてどうかしら。あ、上司のお誘いですからね。はい、乗らせていただきます。今はアマンダとの関係は中立のようです。あ、はい、漕ぎますよ。よいしょ。ご機嫌、麗しゅうございますなぁ。ごますっとこ。えい。いろいろ問い詰められるからなぁ。ここでは何もかもが穏やかで、喧騒とは無縁の場所。まあね、コマの、この気持ちが、それで私としてはすごく今複雑なところなんだよな。エデンクラブから報告かな。エデンクラブで変異体を発見しました。ですが残念ながら逃げられてしまったんです。うん、撃てなかったんだよね。もう少しで私的には。まあ評価下がるよね。いるのですか。なんて答えよう。かき乱されている。戸惑ってる。決意ってなんだ。操作が思うように進まず焦っているだけです。焦っている。でも必ず任務を遂行してみせます。頑張るから。エデンクラブで変異体に銃を向けていたというのに。ああ、追求してくるね、アマンダさん。なぜ撃たなかったのです。破壊回避。無傷のまま捕まえなければ分析できません。そうそうそう、苦しいかな。撃てば全て台無しになる。そうそう、メモリとか割れちゃうよ。もしこのまま操作に進展が見られないような、ちょっと目に疑いの色が。アマンダさん、え、今入れ替えるって言った。頑張るっていう自信ってことかな、これ。時間さえいただける。時間さえいただける。必ず解決してみせます。なんだか中間管理職のセリフみたいで、コーナー頑張れ。何かよからない。応援したくなる。怒ったようですね。急ぎなさい。はい、もう時間がありません。アマンダいつもそればっかり、急ぎなさいとか。ストラトフォードって書いてた、今。これ前回、マーカスたちが入った。あ、え？イライラすんだよ。あ、ごめんって、ごめん。すみません、警部。怒られちゃった。どうも、補充された。おい、なんだこの騒ぎは。あ、今日はその、マーカスたちが入った放送局の操作なんだ。FBI まで乗り出してきましたよ。FBI まで来てるの。FBI に占領されるのが嫌な予感がしてたんだよ。だって状況はテレビで声明出されたんだもんね。かなり計画的です。どうやって気づかれずにここまで来たのかわかりません。屋上は見たか。まだだ。調べるもの。屋上の話してる。ちゃんと確認しておけよ。廊下で警備員に襲いかかったようです。メンテナンスのアンドロイドだと思ったんでしょう。ああ、なるほどね。疲れたと言っていました。制服着てたからね、彼らね。不意を疲れたと思ったと。局の職員が一人逃げ延びました。防犯カメラか。ショック状態で取り調べはまだ無理でしょう。なるほどね。共犯者の可能性。共犯者の可能性？犯人は職員を人質に取って声明を生で放送した後、
屋上から逃げたそうです。うん。屋上？パラシュートで飛び降りたんですよ。着地地点を探していますが、この天気じゃ。結構雪降ってたもんね。変異体が放送したビデオ声明が見たければ、あそこの画面でどうぞ。報告は以上ということね。中に入るか。ん？誰？あなた。ああ、警部補。FBI のパーキンス特別捜査官です。FBI の方ですか。この事件の担当捜査官です。それは？私はコナー、サイバーライフから派遣されました。それはって今言ったな。言い方。事件現場野郎だ。あんなことの後で。我々が捜査を引き継ぎ、やっぱり世間一般的にアンドロイドへのこう思いってあんまり良くないのかな。現場を荒らすなよ。だがムカつくやろ。ムカつくって言った。何かあったら君はいつだってストレートだね、ハンク。よし、それじゃ調べるぞ。はい、調べましょう。はい、警部補。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。共に手を取り合って人間とアンドロイドの輝かしい。同じアンドロイドとしてこれを見てどう感じてるのかな。あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。あれが RA9 か。そうみたい。 RA9 がアンドロイドを解放する。このアンドロイドの目的と一致します。手がかり？あ、これか、いつもの。分析するんだな。あ、マーカスとして登録って書いてるから、名前とかも分かっちゃったね。すごいな。あ、瞳に映ってる仲間がいたっていうのが分かるね。なるほどね。すごいな。視覚ユニット。青いっていうことが分かったってこと？型番とシリアル番号は分かりました。分かったね。それ以外はどうだ？いえ。あれ？何も。あれ？でも目のこととか言わなくていいの？あ、え？わざ、ん？わざと？他に。お、いっぱい見るのがある。近いところから行こう。なんだろう、大したことじゃないってことで言わなかったのかな。ん、これカメラの映像だ。あ、過ぎちゃった。こうだね。お、不法侵入をしていない。不法侵入じゃない。その形跡は見られなかったな。廊下にカメラがあります。それを見て従業員が気づくはずでしょう。カメラ見てなかったんだろ。ああ、なるほど。関係者だと思って無意識でポチッと押して開けちゃったっていう、まあ、理解か。それも考えられるし、何を疑ってるんだろう、コナンは。局のアンドロイドだったらキッチンにいますよ。犯人とは無関係だと思いますが、正直扱いに困って。キッチンのアンドロイドを尋問する。ゲーソイレもやるんだね。ちょっと調査から進めていこう。はい、弾の跡か。弾痕。そっか、彼は再現できるもんね。あ、またあのペロペロでした。鮮度の高いブルーブラッド。誰かが撃たれたっていうことがこれで分かったね。OK。 ここにどれだっけ。ここじゃなかった。あ、ほらほら、あ、君たちが邪魔でできないんだけど。はい、
いっぱい弾の跡がある。これはあれだよね。スワットが入ってきてさ。あ、ここから逃げたっていうことが、これで分かったね。コナーにね。あれはなんだ？あ、まだある。はい。うんうん。あれは、制服の帽子じゃない？わざわざ屋上を見せるってことは屋上に行かなきゃいけないよね。でも待ってね、ここにもあった気がするんだけど。あ、あった。うんうん、ここで撮影された。廊下はなんだっけ？これだけ？これか。うん、はい。たくさんの銃の跡があると。こっから入ってきたと。オッケー。屋上じゃあ調べてこようか。あ、こっち？まだ、いるのかな？屋上に。私はもちろんマーカス編をね、操作し、あ、操作って動かしてたから、マーカスが取り残されたことを知ってるけど、まだいるのかな？よし、行こう。あ、でも、調べてる最中じゃん。ビルの警備を全部素通りして、てっぺんまで行って。うん、屋上からパラシュートで脱出ってか。そういうことですな。それあっぱれとしか言いようがないね。まあすごい準備万端だよね。すごい計画的。そんなでかいカバンどうやって持ち込んだんだ。他のものが用意していたんでしょう。うん、そりゃ妙だな。ん、完璧な計画練っといてパラシュートの数間違えるか。気がついたね、これで。取り残されたのだとすれば、コナーは逃げれなかったアンドロイドがいたはずでは？ってことが今わかったね。部分的に雪で覆われてる。おお、すごい。何人でっていうのも出てる。3体のみで逃げた。顔見てみよう。うん。ということは、どこかにいるのではというのを、きっとコナーは探すはずだ。OK。もうあそこにほら、ブルーブラッドが見えてるもん。ここ。すごい。どういう風に動いたかも見えるんだ。一応、なんだろう、このドアのところも触ってみようか。あ、ハッキングされた痕跡と。なるほど。すごいね。彼には。何でも見えちゃう。よし、ブルーブラッドの、この痕跡をたどろう。どこだろう。あ、見えてるよ。この何 FBI の皆さんたちはこのは見えてないの？ブルーブラッド調べてないのかな。この辺についてたね。何かあるのかな？あ、開ける。いるのかな？あ、いた！うわ！あ、コナーが撃たれた！ああ、どうしよう。ダメだよ、でも。止めてください！
破壊すれば手がかりがなくなる。無理言うな、もう手遅れだ。こっちが死んじまうな。ダメダメ、だって手がかりがなくなっちゃうよ。えい、頑張れ。お、アクセスした。ジェリコがちらって見えたよね。ったく、驚かせやがって。でも手がかりが動くなって言ったの聞いてなかったのか。ごめんって。少しは俺の言うことも聞け。メモリーに接続されました。銃弾を浴びて、死を感じた。死ぬかと思うと怖くなって。コナーに変化が。機体のメモリーに手がかりが。単語です。錆びた鉄に書かれていた。ジェリコと。ああ、すごく動揺した。コナーの一面を初めて見た気がする。変異体に触れたから彼にも感情がどっと流れてきたのかな。ドキドキする回でしたね。はい、またでは次回のドロイドビカムヒューマンをお楽しみにしてください。ご視聴くださってありがとうございました。おもちでした。またねー、バイバーイ。